はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は季節性、イベント性のある商材をどのように扱っていけばいいかについて話をさせていただきます。季節性のある商材というと、夏によく売れる海水浴関係のものだとか、冬によく売れる厚手のジャケットだとか、そういったものですね。イベント性のあるものっていうのはバレンタインだとか、バックトゥースクール、アメリカの入学式、始業式ですね。あとはハロウィン、クリスマス、そういった年に1回特定の日に行われるような行事関係のものが挙げられると思います。大前提として、季節性のあるものとイベント性のあるものっていうのは分けて考えていく必要がありますので、順を追って理解していってください。まず季節性のあるものなんですが、ここ多くの人が誤解してるんですね。先ほど申し上げた海水浴関係の、例えば水着だとか夏の用品っていうのは夏にしか売れないって思ってる人が多いです。もちろん日本でもアメリカでも春夏秋冬四季っていうのはありますが、日本と比べてアメリカっていうのは地域によって特夏のところもあれば、年中真冬みたいな場所もあるわけなんですね。ってことは、その商材が我々の主観から見て夏にしか売れないものだと思うだとか、冬しか売れないだろうっていうのはただの偏見であって、実際のデータとずれているパーセンテージっていうのが比較的高いです。じゃあどうすればいいかっていうと、答えは簡単で、実際にアメリカアマゾン上で調べてみればいいんですね。皆さんが気になった商材があったら、まずその商材を具体的にピックアップしてください。そして具体的にピックアップした商材の類似品、皆さんが出そうと思っている商材に近いものっていうのが、1年のうちにどのぐらい売れているのか、1年のどこで売れているのかっていうのをレビューから見ていけば OK です。レビューにはその商材のどのバリエーションを購入したのかということとともに、何月何日にそのレビューを書いたのかっていうことも出てきます。基本的にレビューっていうのは購入したすぐ後ぐらいに書くことが多いですから、その年月日を見ることによって、夏のものであっても普通に冬に売れてるとか、冬のものであっても別に夏でも売れてるっていうことを見定めることができます。なぜこのようなことが起きるのかっていうと、先ほど申し上げた常夏の場所もあれば、年がら年中真冬みたいな場所もあるってだけではなくって、人って冬でも南国の国に旅行に行ったり、夏でもすごい寒い地方に出張に行ったりすることっていうのがあるからなんですね。その人が住んでいる場所っていうのは夏であっても、真逆の環境の場所に行くっていうことは容易に考えられます。そういったことも勘案して、季節性のある商品だから夏にしか売れない、冬にしか売れないって考えるのは避けた方がいいという話です。次にイベント性のある商品です。これについても結構誤解している人が多いんですが、まずハロウィンやクリスマスという超有名なイベントっていうのは、通常よりも2倍の売り上げが上がると言われていますが、ハロウィンだからハロウィン関係のものだけが売れる、クリスマスだからクリスマス関係のものだけが売れるっていうわけではありません。カテゴリーに関わりなく、いろいろな商材っていうのが通常よりも2倍以上、まあ厳しく見積もって 1.5 倍から2倍以上売れるっていうのが、こういったイベントシーズンの特徴であるわけですね。だからハロウィンだからかぼちゃのコスプレを出そう、クリスマスだからクリスマスツリーのギフトカードを出そう、そこだけにとらわれて協作した視野で商品リサーチをする必要は全くないということです。ただもちろん注意点っていうのもあります。ハロウィンだからかぼちゃのコスプレを出す、クリスマスだからクリスマスツリーの飾り物を出す、思いっきりドンピシャな商品っていうのはやっぱり売れるんですね。それも確かなんですよ。ただその商材っていうのは、ハロウィンだったらハロウィンが過ぎたら、クリスマスだったらクリスマスが過ぎてしまったら、一気に売り上げっていうのがゼロに近くなる可能性っていうのがあります。単発の物販とすれば、そういったイベントごとのど真ん中の商材を扱うのっていうのもいいんですが、私は扱うとしても1商品2商品ぐらいにとどめて、他の商材っていうのはそのイベントごとを意識しつつも通年売れる商品を出していけばいいという考え方を持っています。具体的にどういう商品かというと、ハロウィンイコールコスチュームですよね。ただそのコスチュームでもバニーガールのコスチュームだったりだとか、他のセクシー系のコスチュームだったりすると、別にハロウィンの時だけではなくって、アメリカであればクラブのイベントだとかパーティーとかで着る可能性っていうのもあります。またイベントごとに着目するのであれば、別の考え方を持つこともできます。
年に1回しか行われないイベントよりも年がら年中起こりうるイベントに着目するっていうのが非常にポイントになってきます。例えば誕生日ですね。誕生日は1人1回、年に1回しかないですが、今日も明日も明後日も誰かしらの誕生日があるわけです。同様にウェディングだとか、あとはアニバーサリー、そういった記念ごと関係の商材っていうのは年がら年中誰かしらのバースデーだったりアニバーサリーだったりウェディングっていうのがあるわけなので、そういった商品っていうのもイベントものの中では通年売れる商品と言えると思います。というわけで今回は季節性のある商材並びにイベントごとに関連した商材の出し方、考え方について話をさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。もし参考になりましたならば高評価チャンネル登録いただければと思います。最後までご清聴くださりありがとうございました。